皆さんこんにちは。今回はとんでもスキルで異世界放浪飯8話視聴者の反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レッツゴー。グレートウルフ。聞こえてるぞ。猶予したところでどうやって囲うんだよ。今回は女出してくれ農家は逆に増えすぎやしバランス悪すぎなんや。馬が手書き。馬の作画が CG じゃないビンサがポイントプラス1。ボスキャラ、野菜足りてる？スライムって肉食うのかよ。スライムなんて冒険者とかして食う生き物やろ。肉ばっかやな。スライムって味感じるんだな。散々ゴミ食ってんのにな。毎週豪華定期。こいつ元料理人なん。スポンサー大喜び。唐揚げかな。シャカシャカ。唐揚げは粉で流派が分かれる。異世界物って醤油好きだよな。うろう。うまそう。作画すご。料理の作画ええな。こまごま作りすぎて液。二度揚げしろ。いろんな肉。油はスライムが飲むんか？パッケージまんまやけど食品メーカーがスポンサーなんか？そやで。イオンのカゴついてるからな。美味の味。かわいい。食いながら喋るな。美味しいよ RG。熱くないんやろか。スライムかわいい。味染みてるか？スライムが泣きながら主人公を食べて美味しいよ RG って言ってる画像ください。フェンリルに食レポさせろ。犬なんよ。ワンカスや。うんこの犬。あ、空に追い広がるわな。すんすん。おっさんたちが、バレてて草。ハゲだ。唐揚げに引き寄せられるおっさん。うまいうまい。唐揚げ食いてー。腹減るわ。手で食うな。高級食材なのに、動き草。ハゲなのによく食うな。おっさん食いすぎや。早い。食いすぎー。イオンの唐揚げ与えとけ。今回うめえもん初めて食いましたわ。てかこいつらどんだけまずい食べ物食ってんだよ。この世界の食文化どうなってんねん。異世界人が普段どんなもん食ってるのかも全然出てこないから比較もできんな。レモンかけたらもっとうまいぞ。手ギトギトデイもたれするやろ。素手で揚げたての唐揚げはやばいよ。そんな肉あったんか。これを肉余ってる言うてたんか。カセットコンロでここまでできるものなの？生焼けで提供してそう。もっとよこせ。肉ならそこにあるだろ。こいつらただ飯食らう気か？金取れよ。こいつ毎回食い逃してんな。かわいそう。魚の野郎。ユニフォーム着てる盗賊。そういえば治安悪いところやったか。サンキューハゲ。これはいいハゲ。生きていく。生きりやめろ。フェルで生きる男。こいつら覆面取らないの？食材やん。唐揚げにされてしまうのか。5番目福岡ぐらいか？車輪の作画が、車輪カクカクで草。フェンリルって歩き方ラクダみたいやな。商人ってなんで福岡なんやろ。金あるのを表現しやすいんかな。お待ちしてなす。体ごつい。は？受付嬢。かわいい。消されてて草。そういう仕組みなんか。あちゃー。向こうだ。向こうださんやな。向こうだけに。また登録すればよくない？滑舌怪しいなこの受付嬢。絶妙な暴作が可愛い。女キャラみんな可愛いのにろくに出てこない謎の作品。ツンデレの方の受付嬢出せ。3ヶ月。有効期間短すぎない？可愛い。親バカ。やっぱヒロインやん。おなほにしてるんだぜ。こいつ言うな。スライムいるのかと思ったわ。スイートのんびり農業のスライムを戦わせたい。ドン引きされてて草。何はロトンねん。タツオアンチか？異世界民スライム舐めがち。山盛り。すっげえ。肉いっぱいあるやん。なろうものってモンスター積み上げるよな。全部犬の手柄やん。ひえ、あんなん持てるんか。グロ、キマイラアントだ。早くキマイラ食えよ。キマイラってうまいんかな？装飾なら、境目めちゃくちゃうまそう。ハゲは有能。サンキューハゲ。潜りのクソアニメ実況映画雑なレスをする。その点実況民は歌も作画も無駄にしない。あ、刺した。バクバク食ってたしな。体で払えよ。金取っていいぞ。超高級品なんやな。お腹壊したのかと思った。毒でも入ってるのかと。トリュフレベルか？おっさんいいやつやな。はい、成り上がり。三つ葉ならふっかけてるぞ。リアルイオンで多く肉売り出さないかな。ワイラ売られるんか。そんなとこで買いたい土地抜きしたら血の海になりそう。ええ、おっさん多いな。何があれってこの作品の食い物素材架空のものだからそうなんや以外の感想は言ってこないわ。
作者の術中にハマっとるやんけ。水ちゃんかわよ。水を枕にすればよくない？こいつらいつ野菜食ってんの？明日はクソアニメ実況の依頼受けよう。高難易度クエスト鶴音と魔導素子の実況をすれ落とさずに完走する。鶴音は達成してたんだよな。出たわね。多層。菓子パン女。女神好き。だ女神やんけ。押し付けがましいぞ。アホピンク定期。指定で会話すな。イオン定期。フェアで草。フェアもあるのか。どういう仕組みだよ、なんでフェアが開催されてんねん。更新されるのな。サンキューイオン。多すぎやろ。食いすぎやろ。ぬるぬるしたものばっかで草。スプーンあるんか？いや、ほう。かわいい。うんこのだ女神。草が1ポイント、エッグが2ポイント、アラーが3ポイント。そんなにかかるんか。ゴブリンか？ゴブスレさんの意志を感じる。いっぬ。ゴブリンから逃げるな。こいつだけ行って取ってくればええよな。犬にいいか。魚介は生で食え。イオン使え。この世界の海大変やな。貿易どうなってんやろ。異世界っていうかゲーム世界だな。こいつ普通に部屋入れるけど扉通れるんやな。おじちゃん。スイちゃんかわよ。三段。え。ビュビュ。主人公がスイにビュビュッと中主される薄い本宮抜ける。草。地に植えてる。今季三大戦闘橋の一角やからな、水は。手合わせしろ。お薬。お花意味深。ゴブリンか。遊んでんのか。怖。また何もしてないゴブリンが殺されるのか。やっていい？冷え。強い。ひどい。怖すぎる。無慈悲で草。やべえな。やったー。いきなり殺害して草。ゴブリンがもはやかわいそう。毎回思うけど過剰戦力やわ。グロ。やはり耳か。ミミズかや。ビンサが要素。来たわね。仲間殺されてるんやからそら来るわ。貫通してるやん。強い。水便利やな。水いればなんとかなるな。集落もあるぞ。楽しそうで草。ゴブリンスレイヤー歓喜。このスライムストレス溜まってんのか。主。最高野郎やん。ゴブリン壊滅するやろ。絶滅しそう。殺しすぎ。スライムエグすぎで草。いっぱい買ったな。どんだけ怨念。ゴブリンスレイヤー。地域の魔物生息域変わってそう。かわいい。戦闘橋やんけ。村で平和に暮らしてただけなのに。ジョセフがテラフォーマー積み上げてたシーンみたい。耳切り落としは地味にグロいな。精神歪むわ。水に溶かしてもらえよ。できるぞ。水便利やじゃん。は？でかい。はい、最強スライム。キングスライムじゃん。死体を透明にする。ほんま便利なゴミ箱やなこいつ。人型になれ。ひえ。ピクミンやん。ちょっとキモい。これ世界征服できるやろ。クリーニング屋開けそう。ちょっと暗いこのスライム食べてもいいのでは？これ最終的に滅ぼさないといけないタイプのモンスターちゃうん。こんなスライムたくさん操るやつのアニメを少し前に見たような。チート。フェンリル VS スライムやれ。もうポーション業者やれよ。スライムが一番凶悪やな、やっぱ。街壊滅的そうやな。フェルさんマジで飯食うだけの犬になってまうやん。水が主人公の漫画もアニメやってほしいわ。水とフェンリルのバトルアニメで見せて。まあ縦抜きか。ママ疲れてるから今日は惣菜パンが夕飯よ。なんでもいい？なんでもいいならゴブリンクへ。でも細かく指定したら文句言うんやろ？かわいい。作が気合入りすぎで草。コーンマヨポンスコ。カロリーやばそう。山崎さえ。胸焼けしそう。なんか草。腹減るからやめろ。うまそう。菓子パンは当たり外れあるよな。こいつなんでもうまいやろ。食レポ兼。この時間のコーンマヨは飯テロすぎる。優しい。かわよ。ツンデレやん。ほほ染めるな。何ほわかめとんねん。毛もほもの抜きどころ。優しい世界。お主の食事かっこから出てたファン。ご視聴ありがとうございました。